お葬式ららない弔いもやらないいと言ってしまったら悲しい世界になっちゃいますよね。まあ、そんなにところでね、今日の話は自然言語活用という形ですね。これ AI 対 AI、つまりね、人工知能対人工知能。これは 人工無能になるかという話なんですよね。まあ、AI と AI というのはね、あの、究極の戦いだと思うんですよ。あの、これが戦場においたら特に AI に持って戦車を走らしてとか戦闘機を走らして、あの、戦いを設けておけばさ、人的被害ないわけよね。はっきり言って。ね、今日の本題は、ちょっとある2社の会社を紹介したいと思うんですよね。一つは株式会社エンパスさん。もう一つは えー、株式会社クリスタルメソッドさんですね。これ、株式会社エンパスさんのちょっと話を先にさせていただきます。まずですね、株式会社エンパスさんというのは日本の会社でございます。これ、渋谷のところにあるのかなで、これね、音声を使った音声感情解析 AI というのを持ってます。で、すでにこれ導入しているところが何社かあります。で、こうしかもこれね、すごいことは、 言語、つまり、ランゲージによって、に依存しないんですよ。で、この感情を AI で解析するっていうことは、喜び、怒り、悲しみ、あともと平常な感情というのを、この4つの感情を解析して、どういうふうになっているのかというのを、 解析するわけですよ。つまりね、これ何に使えるかって言ったら、朝自分の期限、気分ね、えー、と、自分の、を解析する、自分予測、どんな日になるかっていうのはね。私はちょっともうちょっと踏み込んだところあると思うんですけれど、もう一つは、ここが活用しているのは、実は、コールセンターなんですよ。ね、コールセンターってものすごく、あの、心が潰れる仕事なんですよ。 ね、私はコールセンターの仕事は絶対したくないんですよ、コールセンターはマイクロコールセンターをやってる友達も何人かいるんですけれど、コールセンターの人たちの、えー、電話営業とかいうのもそうですけど、ものすごい大変なんですよ、まあ、コールセンターというのは、自分の感情もあるし、えー、相手の感情もあるわけですよ、このコールセンターにおいて、相手の期限、気分、ね、感情、こっちの感情を全部 AI が解析してくれる、これってね、すごいよねと思うんですよ。 ね、ただこれは感情解析であってね、えーと、どういうふうに出てくるかという結果が出てくるわけですよね。2023年ですよ。まだあと2年先ね。では、えー、30.4ビリ,リアンユーロのマーケット市場になると言われてるんですよ。じゃあこれ簡単に日本語で言うと304億ユーロなんですよね。で、304億ユーロというのはいくらになるかと日本,日本円で換算するとね、これ 今日の130円というレートで換算すると、約、兆、え、九、ー、3兆9575億円、2000なんだかなんだかんだに、えー、なるわけね。まあ、簡単に言えば、約4兆円産業です。4兆円産業。まあ、4兆円産業ってどんな、あの、市場かなって、ね、AI そのものだけでって考えたら、ね、すごいかもしれないけれど、まだまだ膨れ上がるよね、と思う、私は思うんですよ。何しろ、 猫様の産業、猫グッズや猫ハウス、猫カフェ、猫なんとかね、これ、毎年2兆円産業なんですよ。あるところで聞いたら、2兆円産業、猫様のがすごいよねって私はちょっと余談で言ってしまいますけれど、まあそんなところで、えー、こんなでかい産業になってくるところをちょっと紹介したかったわけですよね。で、もう一つね、クリスタルメソッドさんですね。 こっちはね、あの、場所としては、え、模様入駅がね、JR と、ま、ああと、地下鉄の市ヶ谷の駅なんですけれど、ここ AI の開発をしてるんですよ。で、このディープ AI コピーと、対話型の HAR3、HAR3 って言うんですけどね、HAL3、HAR3 の、えっ、ー、と、を開発してて、これ、AI の音声合成をするんですよ、AI でね。 で、これ DPA コピーっていうのは自分の写真とかを何枚か使って、えー、口も動かしながら自分の声を合成してくれ,くれるんですよ。自然、えっ、ー、と、自然言語で、えー、それも喋ってくれる。ね。つまり、クリステルメソッドの強みっていうのは何かって言ったら、AI を利用して、音声合成とか NLP、ナチュラルランゲージプロセッシングだけではなくて、えー、AI を利用して写真とか、 3D の画像、写真ね、そを含めて、あと他に音、これの異常検知をする技術を持ってるんですよ。でなぜかって言ったら、ここ、あの例えばえ、車の板金ね。 板金で写真をパッと撮った瞬間に、ここに歪みがある、凹みがあるとか、ここにキビがあるとかね、この AI を使って解析できるんですよ。どこにそういうものがありそうかとかね。で、そこに集中して、あの、検知できるということ、異常検知ができるわけですよね。あと 3D 解析も映像もそう、3D カメラを持って、パッと見て、あの、設計の歪みとか、そういうものができやすいところというのを解析してくれるわけですよ。あと音。 音、音が、音を鳴らして、ここに異常があるっていう AI を使って分かるわけですよ。ちょっと10年くらい前だったかな、えー、?10 年、もうちょっと前だったかな、えー、?JR 西日本でのトンネル、えー、もっと前か。20年以上前だったかなあと500系の新幹線がすれ違うと衝撃波がすごいわけですよね。ね、あの形にしてあっても、衝撃波と衝撃波ぶつかるわけですよ。空気と空気のぶつかりが。で、えー、と壁がよく落ちてきたんですよ。 で、それで大変だったということであって、で、職員さんたちが全員ってあの壁叩いてこう、こわーん、カン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 ってやってた確認したんですよ。でも実際あんなのっていうのは、えー、職人、職員じゃなく職人がこう、ちゃんとチェックしないとわからないんですよ。どんな音かって。一般の人がいっぺんででーって叩ければ、はっきり言ってあんな異常検知なんかできませんよ。ね。 そういうのを、あの、クリスタルメソッドさんっていうのは、これを使う、あの、あのいうのか、超っていうか、このセンサーを当てて、音をこう鳴らしてみて解析できるんですよ。あ、ここにひびが入るよとかね。こういうものができる会社なんですね。そういうところの強みがありながら、では、<ん>あの、話を一番最初に戻しますけれど、このクリスタルメソッドの えっと、対話型音声合成をしたものと、に、エンパスのこの音声解析をぶち込んだらどうなるかということを、ちょっと知,ら知りたいなというふうに私は思ってしまったんですよね。 で、なぜかというと、コンピューターが作ってる音声で、コンピューターが解析してる音声っていうのは、音声を解析してるっていうのは、どういう反応をするのかっていうのが、あの、AI 対 AI、さっき書いたね、ね、AI 対 AI は人工、と、無能になるのかという話になってしまいますよね。で、さらにちょっと皆さん思い出していただきたいのは、Google Duplex っていうのを覚えていらっしゃいますでしょうか Google Duplex っていうのは約3年ほど前に出た Google の AI の音声対話アシスタントなんですよ。ね。これね、何かと言ったら人間みたいな反応をするんですよ。つまり、電話かけてかかってきま、あまあかかってきますよね、お客さんから。今日の予約、あの、3時に予約、あの、美容院空いてますかって。ちょっと待ちくださいって答えるわけですよ。ね。で、その中で、はいって言いながら、えー、ちょっと3時は空いてませんけど、って言いながら、 じゃあ、じゃあ、5時で、えっと、何時はとか、えっと、5時はとか、ちょっと待ちに、ふんんん、ははって反応するわけですよ。この Google Duplex が、ね。で、これはね、どういう感情を持ってるのかと、まあ、感情を持ってないけど、感情を示すわけですよね。こういうのを、えー、あのこのあのエンパスさんの、えー AI にぶち込んでみたらどうなるかっていうわけですよね。で、さらにね、これ、Google の Duplex っていうの、Duplex っていうのは、もうかなりところで実装されているんですよ。これ、去年の10月に大バージョンアップしたんですよ。で、このコロナ禍において、皆さんが営業できないから、えー、出社できないから、みんな、Google Duplex で、えー 対応させたところがあるんですね。これ何がやっちゃったら、映画のチケット販売、えー、レンタカーの予約とか、大体、あの、決まった言葉なわけですよ。ね、空いてますか空いてませんかとかね。で、そうそれがね、あの、もうかなりのところで、アメリカとかで実装されて、テストしてるわけですよ。で、もうすでに99%全自動化されてるっていうことなんですね。で、つまり、その残りの1%は何かって言ったら、ちょっとお待ちくださいませって言って、あの、 担当者ともう一回変わりますからって,って人間が出るわけですよ。ね。そ,れをそこまでやらなくても済むわけ。この1%なだけであるんですよね。人間が対応してるっていうのは。で、あと他に、あの、鼻歌まで検索できるわけですよ。うふんふんふんなんてやってたところがは、あの、この何の歌だろうかね。で出てきちゃうっていう、そこまで,で、あの、のものなので、この、この2社のものを、まあ、例えばね、エンパスさんの AI 解析に、えー、ぶち込んだら、 どういう反応が入ってくるのかなって、この人は怒ってるのか、な、どうなのかとかね。まあ解析ですからね、結果というのはどういうものかっていうものとはまた別のもんですけれど、こういうことをやってみたら面白いよねっていうのが。何しろね、あの、AI 対 AI の時代になってくる、あの、もう時代になってきてるわけですよ。我々は組み取っていかなきゃいけないという。ここで、あの、今週、まあ今週だよね。えっ、ー、と、七月あ、4月の7日から、えー 9日まで、水木金と、東京ビッグサイトの、えー、こ,こちら青み展示場で、えー、この AI エクスポがまた開催されるので、もしよろしければ皆さん見てきてください。私もそこに3日間行ってます。ご清聴ありがとうございました。えー、よろしければあの、チャンネル登録よろしくお願いいたします。